エリザベス・ビショップエリザベス・ビショップはアメリカ合衆国の詩人。1949年から1950年のアメリカ合衆国議会図書館警官詩人であり、1956年にピューリッツァー賞主部門を1970年に全米図書賞を受賞している。彼女の業績を記念して幼い頃に過ごした家がカナダのノバスコシア州グレートビレッジに エリザベス・ビショップ・ハウスとして残されている。20世紀の最も重要でかつ優れたアメリカの詩人の一人だと考えられている。エリザベス・ビショップはマサチューセッツ州ウースターで生まれた。彼女の父は成功した建設業者であったが、エリザベスの生後8ヶ月で亡くなった。母は精神病に侵され、1916年に精神病院に収容された。後年、 ビショップは母の苦難をタンペーンイン・イン・ザ・ビレッジに書いている。事実上孤児となった幼いビショップは母方の祖父母と一緒にノバスコシアの農園で生活した。ビショップの母は1934年に精神病院で亡くなったが、二人は二度と会うことはなかった。後になって父方の親戚がビショップの養育権を取得したため、母方の祖父母から離れ、 マサチューセッツ州ウースターに住むより裕福な父方の親戚に引き取られた。しかしビショップはウースターでの日々を楽しまず別れた祖父母のことを懐かしがった。ウースター時代の特筆すべきこととして生涯苦しむことになったズダに罹患したことが挙げられる。ビショップの死待合室にてにウースター時代のことが手短に記録されている。ビショップは マサチューセッツ州ナトリックのウォルナットヒルスクールで寄宿生活を送った。初めて印刷された彼女の詩はフラニー・ブラウが学内詩で取り上げたものである。大教皇直前の1929年秋にバッサー大学に入学。1933年、反抗的な文明詩、コンスピリトをメアリー・マッカーシー、マーガレット・ミラー、ユーニス・クラークとエレノ・ア・クラークの姉妹と、 共同発行した。ビショップは、マリアン・ムーアの影響を強く受けている。1934年、バッサー大学の図書館員を通じて、ビショップと出会ったムーアは、ビショップの作品に強い関心を持ち、たった一つ、ビショップの卒業後の進路を思いとどまらせようとした。ビショップは、バッサー大学を卒業した後に、ニューヨークへ行き、コーネル薬学学,学校に入学しようと考えていた。 ムーアとの出会いはビショップが、親愛なるミスムーアの代わりに、親愛なるマリリンと書くようになる4年前のことだった。二人の友情は1972年にムーアが亡くなるまで続き、多くの往復書簡が残された。ビショップの作品、エーティー・ザ・フィッシュ・ハウゼスには、1924年に書かれたムーアの作品、エー・グレーブを踏まえた、いくつかの因縁が含まれている。 ランドール・ジャレルからロバート・ローエルを紹介されたのは1947年のことだった。ビショップとローエルは深い交友関係を結び、ローエルが亡くなる1977年まで続いた。大抵は手紙のやり取りによるものだった。ローエルの死後、私たちの友情は時によっては何年もの間手紙のやり取りだけで続いていたけれども常に愛情深いもので、私は いつも深い感謝の念を彼に持っていた。とビショップは書いている。二人の作風はそれぞれに影響を受けており、ローウェルはスカンクの時間がビショップのアルマジロをモデルにしたことを明らかにしている。ローウェルは叫びについてもビショップの短編インザビレッジから派生していると書いている。ビショップが生涯の最後に発表した何編かの詩の一つ。 ノースヘイブンは1978年に書かれたローウェルの追悼詩である。ビショップは早い時期から一人で生活するには十分な資産を創生した父から相続しており、亡くなるまでの間に父の遺産を使い切ることがなかった。その結果、ビショップは生計のことを気にせずに多くの土地を旅行し、彼女の死で語られているようにたくさんの町や国で生活することができた。 1930年代中盤の何年間かは、バッサー大学時代の同級生で、製紙工場主の娘のルイーズ・クレインとフランスに住んだ。1938年に、ビショップはクレインと一緒に、フロリダ州キーウェスト、ホワイトストリート624番地に家を購入した。キーウェスト滞在中、ビショップはポーリン・ファイファーと信仰を持った。1946年、 マリリン・ムーアの推薦で、ホートン・ミフリン賞を受賞した。諸女詩集、北と南は全部印刷された。北と南に、ランドール・ジャレルが寄せた、すべての詩の底辺にはこの言葉がある。私はそれを見たという批評が、ビショップの才能を鮮やかに表している。1951年に、ブーリン・マウアー大学から受け取った2500ドルの奨学金をもとに、 ビショップは南米一周の船旅に出た。その年の11月にブラジルのサントスに到着した。ビショップは2週間ほどの滞在を予定していたが、結局15年間住むことになった。ブラジル滞在中の1956年、ビショップはピューリッツァー賞主部門を北と南、寒い春で受賞する。受賞作は、 彼女の初めて出版した2冊の詩集を合わせたものだった。また、ラテンアメリカの言語に関心を寄せ、中南米の詩を英語に翻訳するとともに、彼らの詩の影響を受けた。影響を受けた詩人の中には、メキシコの詩人、オクタビオパスやブラジルの詩人ジョアンカブラルデメロネートとカルロスドルモンドでアンドラーデがいる。カルロスドルモンドでアンドラーデについてビショップは、私は、 彼のことを全く知らなかった。彼はとても人見知りに見えたし、私もそうだった。道で夜に一度会ったことがある。同じレストランから出てきたところで、自己紹介をしたとき彼は、私の手に上品に、キスをした。と語っている。ピューリッツァー賞に加え、ビショップは全米都書賞、全米非評価協会賞、二度のグッケンハイム奨学金。 そしてイングラム・メリル財団助成金を受け取った。1976年には、ノーベル文学賞に次ぐ権威を持つとされる、ノイ・シュタット国際文学賞を女性としては初めて受賞した。1988年に、ラジャラオが受賞するまでの間、唯一のアメリカ人の受賞者である。1970年代、遺産が付き始めたビショップは、大学で数年環境弁を取った。 ワシントン大学で短期間教えた後、ハーバード大学で7年間教団に立った。ニューヨーク大学、マサチューセッツ工科大学でも教えた。メイン州、ノースヘイブンに別荘を持っており、彼女はしばしば夏をそこで過ごした。1977年、ビショップは最後の詩集、チリサ参加を出版し、1979年10月6日に脳出血で亡くなった。 68歳没、マサチューセッツ州ウースターに葬られている。エリザベス・ビショップは複数の女性との恋愛関係があったが、個人的な生活や性的な関係を書き残さなかった。自分自身のことをレズビアン詩人や女性詩人だとも考えていなかった。彼女は作品の質について語られることを望んだが、ジェンダーや性的な思考によって評価されることを望んでいなかった。 ビショップは長期間関係を持った女性は二人いる。一人目は、ブラジルの社交界の名手で建築家のロタデ・マチェード、ソアレスで、ブラジルの巧妙で著名な政治一家の出身だった。ビショップとソアレスは15年間同棲した。出版こそしなかったものの、ビショップは、サミュエル・アシュレイ・ブラウンとの手紙のやり取りで、ソアレスとの生活を書いている。だが、 年を経るにつれて二人の関係は悪化し、移ろいやすく、苛立だったものとなり、鬱病や感触、アルコール中毒が際立っていった。ビショップは別の女性と関係を持ち、ソアレスと他元を分かって、アメリカへと帰っていった。鬱病に侵されていたソアレスはビショップを追って、アメリカに向かい、1967年に自殺した。二人目の女性は、アリスメスフェサルで、 ビショップは1971年に出会い、交際を始めた。ビショップのパートナーとなったメスフェサルは、ビショップの死後、彼女の文学的な遺言執行人となった。ありがとうございます。